曽ガツは、朝日新聞東京本社政治部編集委員。1962年、三重県生まれ。1985年3月、東京大学法学部卒業後、同年4月、朝日新聞社に入社。熊本市局、1988年、西部本社にて社会部で、高校野球と県警担当を合計4年間務める。1989年、 人事異動にて、東京本社政治部へ移動。政治部では主に内閣総理大臣番記者、自由民主党竹下派、梶山政六幹事長、野党クラブにて、民社党、文部科学省、建設省、国土交通省、労働省を担当。1994年、人事にて、週刊朝日に移動式者、編集者を担当。1997年の人事にて、 政治部に復帰。2000年には、月刊誌論座にて付加編集長を担当。2007年、人事にて、東京本社政治部編集委員となる。自民党、平川クラブ。2003年、政党担当デスク。2011年より政治部長を担当。2015年4月、母校である、東京大学の大学院。 法学政治学研究科客員教授を2017年3月まで務める。2005年郵政選挙の際の朝日新聞虚偽報道では当事者となっている。AB 官人事を谷垣人事から読む曽月よし2010年9月17日社団法人経済クラブ日本政治と政治報道の未来9月2日第4170回朝日新聞編集委員。 蘇我剛氏、東京大学大学院、法学政治学研究科付属ビジネスロー、比較法制研究センター担当教員一覧。ありがとうございます。